はい、皆さんこんばんは、楽しい資産形成塾、パート2中田宏でございます。今週の水曜日 の、 あの収録はですね、すいません、私福岡の方におりまして、大塚さんに全てお任せしました。2部構成になりまして、私はお休みさせていただきましたけども、まあ、今月、先月からね振り返りまして、一番大きなトピックスはやはりオリンピックの開催が東京に決まったということが挙げられるかなと思います。皆さんはオリンピックが東京に来る、これがどんな経済的な意味があるか、実際考えて、いただいたことがあるでしょうかね。もう私もあの時はですね、名古屋に出張してまして、結局明け方までずるずるとテレビをつけたまま、粘ってたんですけども、ついに睡魔に負けて、ベッドに入りました。で、まっさゆめではなく境目になったんですが、マドリードというそのアナウンスメントの夢を見ましてですね、うわーこれダメだったかと思ってニュースをつけると、東京っていうのはね、いかにも間の抜けたアナウンスメントを何度も見ることになりまして、まあ、ようやく実感が湧いてきたわけですけども、翌週の株価、皆さんも注目されてご覧になっていたと思いますが、まあ、正直私の感想ですと、まあ、意外とおとなしかったなと。初日2日目、3日目ぐらいでそのオリンピック効果っていうのは一旦収束しまして、まあ、その後結果的にまあ1ヶ月振り返ってみると1000円以上大きく株価上げてますけども、まあ、いわゆるこの7年後のオリンピックを今どう消化するかっていうのはね、非常に難しいところです。で、実は今朝ですね、私どもの学校で、このオリンピック の、 そのアナウンスメントがあってから7年間の株価っていうのはどういうふうに動いたのか、まあ、2000年以降開催された、一つはシドニーですからオーストラリア、2004年のアテネですね、ギリシャ、2008年の中国、北京オリンピックでした。で、2012年が、ロンドンですね、イギリス、それぞれの株価の推移を調べて、生徒さんたちとディスカッションしたわけですけども、特徴的なのはですね、7年経った時点でほぼ、7年前開催時の株価に戻ってきているという事実が、発覚しました。そうは言ってもですね、オーストラリアとか、イギリス、先進国においてはやや株が高くなった水準で推移しています、7年後ですね。ところがギリシャ、これは発表があって3年ぐらいはぐわーっと上がったんですけども、ギリシャショックに代表されますように、その後大幅に失速しまして、ほぼ7年後にはですね、株価が元の水準に戻ってしまった。で、中国は実はこれ、開催が決定された瞬間にですね、IT バブルの崩壊というその、2000年から、2002年ぐらいの間ですかね、世界的に株価が非常に軟調だったタイミングで決まったこともありまして、唯一中国だけ、アナウンスメントがあった後株価が下がっておりました。で、そこから2006年に向けて大幅にね、株価が上昇して、一気に、2008年に向けて株価が失速すると、その後リーマンショックにつながるわけですが、こういった株価の動きになっておりまして、ただ直近の1年間アナウンスメントがあった後の1年間を見ますと、ほぼ、中国以外ですね、ほぼ全ての国で株価は上昇しておりました。そういう意味では、オリンピックが決まったということによる株価への影響というのはそれなりにプラスということで、今回の日本、東京に決まったということでですね、日経平均株価あるいはトピックスもそれなりに上昇したということになっております。で、今後これが中長期的に見てですね、どういった影響を及ぼすのか、これは今のアベノミクスの第3の矢ですね、この中身がまさにこれから問われてまいりますし、これからいろんな金融政策あるいは財政政策のいろんな実態、効果がどういった形で現れてくるか、これを市場が判断して、次の株価あるいは景気動向に、影響を与えてくるということになります。ただオリンピックがなかったのとあるのとではこれはもう雲泥の差がありますので、そういう意味では安倍さんついてるなという気がいたしますし、今回プレゼンテーションを見てまして、
やはり非常に十分に練習を積んだ成果がね、現れていたというふうに思いますし、まあ、日本人全体の国際社会におけるそのプレゼンテーションの仕方、こういったものも飛躍的にその能力が高まってきているなという印象を受けました。実はその伏線にですね、今年富士山が世界遺産に登録されたその決定した時の、三保の松原も含めた、無条件でほぼ、ね、全員が賛成するという流れができたわけですけども、これも土俵際のどんでん返しで、やはりその現地でのいろんな活動、こういったものが最後の最後まで諦めずに努力した成果がですね、ああいう形で現れてきたという意味では、日本人 その国際社会における粘り強さ、交渉力、こういったものを、まあ、やはり見直して、評価していいことではないかなというふうに思っております。今年の流行語大賞ね、今でしょうというのが、まあ、ほぼ決まりかと思ったらジェジェが出てきて、その後おもてなしが出てきて、いよいよ年末に向けて混戦状態が続くだろうと、もう一個ぐらいね、いきなり出てくるかもしれませんけども、オリンピックというのはそういう意味では非常に大きなこの1ヶ月間の出来事だったと思います。で、実はもう一つその金融市場を見る場合に、非常に大きなポイントになるものがありました。これはアメリカの FRB、まあ、日本でいう中央銀行に相当するところの、まあ、金融政策をですね、まあ、近々、今まではQE3 といいまして、まあ、量的緩和をずっと続けてきました。で、これをいよいよ元に戻そうかという、まあ、流れが今年の半ばぐらいから、市場の中で織り込まれてきまして、実際にその緩和の状態を普通の状態に戻すということが意識され始めました。で、早ければこの9月にもその具体的な政策の変更が行われるんではないかということで、今月の FOMC のミーティングはですね、非常に世界中の注目を集めたわけなんですが、まあ、これもある程度、まあ、予想はしてたという部分もあるんですけども、今回はその具体的な変更を見送りました。むしろですね、もうしばらく様子を見た方がいいんじゃないかというその、まあ、FOMC の その雰囲気がですね、伝わってまいりまして、ここで一気にまた市場の雰囲気が変わったわけですね。アメリカはいずれ金利を上げるぞという前提で世の中が動いてきましたので、いや実は思ったよりもうちょっと先なんじゃないのというのが今回の FOMC の発表を受けた、市場の反応でした。したがって皮肉なことにですね、量的緩和が今後も続く、これは取りようもなさず景気、アメリカの景気が思ったほどそんな強くないぞということなんですけども、それによって株価が急騰しました、ね、景気が悪い、これによって株が上がるという非常に不思議な現象が今起こっているわけですけども、これは私ども何度もいろんな授業ですとか、まあ、この場でもお話してきましたけども、量的緩和、いわゆる世の中に大量のお金をばらまくっていう金融政策が、その余ったお金の行き場所がですね、債券であったり株であったり、そういった金融資産に向かってきた。特にアメリカの場合は、大量に資金を供給することで株価を上昇させて、まあ、景気回復を図ろうという思惑もあったわけで、この大量に供給された資金が引き上げられるぞということで、実際その株が最近あんまり調子悪かったんですけども、一気に市場最高値を、ね、抜いてまいりまして、日経平均もそれを受ける形で非常に堅調な推移を続けております。ただ7年後の材料だけで、例えば1万6千超えとか2万円ということはなかなか難しいわけで、そこに至るまでの具体的なプロセスを、今後安倍政権がですね、具体的にどういう形で示してくるのか、まあ、個人的に注目してますのは、消費税が上がるのはもうほぼこれ決定なので、このいわゆる反動による、買い控えとかね、これによって景気にマイナスだって言われた部分はオリンピック効果でほぼ相殺されると、まあ、楽観的に見ていいと思います。そうなると、じゃあ具体的に今回 3% 上がることで、どういうことが起きるのか、まあ、これはほぼ株式市場の間では、まあ、織り込まれてきておりますので、今後ですね、具体的なその経済政策であったり、あるいはその税制の問題ですね、特に法人減税、
これは非常に世界中が注目しております。話し出すと長くなるんですが、日本の人口が減っているという大きな構造的な問題の中で、短期的に海外からの その旅行客ですとか、あるいはその駐在員、要は企業が日本に進出してきて日本でビジネスをする、そういう機会をどんどん増やしていくことによって、日本国民の数が減っていく分をですね、海外からの輸入で賄う、こういったことがこれから非常に大事になってきます。もちろん出生率を上げて、人口の自然増が、できるような環境を作っていくというのは、非常に大事なんですけども、これ20年30年かかる施策です。ですから短期的にその経済効果を狙う意味でもですね、観光あるいはその海外からの企業誘致、こういったものに早急に取り組んでいく必要がありまして、そういった意味でも今回のオリンピックというのは非常に大きな明るい材料になります。おそらくこれを受けて、長年懸案であったその日本にカジノを導入するというね、インテグレーション、インテグレーテッド、なんていうんですか、IR、いわゆる IR ですけども、ちょっと今、英語の単語のど忘れしました。これを日本に誘致する。具体的にはシンガポールの皆さんもご存知の、マリーナ・ベイ・サンズですとか、あるいはセントーサ島のね、ああいったスタイルを日本に導入して、海外からの渡航者をどんどん増やしていく。オリンピックとカジノっていうのは今後大きなテーマになってまいりますので、ぜひその辺のニュースも注目して見ておいていただきたいなと思います。ただ目先的なことを申しますと、10月はですね、アメリカあんまり、歴史的にも10月っていうのはあんまりいい相場になることはないんですね。格言でもよくありますけども、バイオンオクトーバー、10月に変えと。ということは10月は下がるケースが多いわけです。で、セルオンメイ、5月ですね、5月に売りなさいっていう格言がよく言われますが、9月、10月は意外とその調整局面を迎えるケースが多いです。ブラックマンデーなんかはね、まさにあれ10月でした。なんとかショックみたいのが結構起きやすい時期ですので、その一つの引き金になりそうなのが、アメリカのその財政、予算の上限の問題ですね。これは何回も繰り返してますけども、オバマさんと議会が、特に上院ですね、共和党との間で、せめぎ合いが続くわけですけども、両方とも強硬ですから、最後の最後まで譲らない、そうやって市場がやきもきするという動きが10月全般の方に続く可能性があります。あと来週発表になる雇用統計、これがあんまり強い数字ではないということになりますと、しばらく量的緩和はやっぱり続くんだなということで、これは株価にとってはプラスではあるんですが、不透明感が増すということで、為替に関してはドル安になる可能性があります。そうすると、日経平均株価にとってはアメリカの株が強い割には伸び悩むと、むしろちょっと先に調整をするというリスクもありますので、10月の展開についてはですね、あまり楽観的に見ない方が個人的にはいいのかなと。ただ年末はね、非常に、高くなっていくというふうに思ってますし、この基本的な相場の流れっていうのは2年3年続くというふうに思っておりますので、そういう意味では10月は買い場探しということで、ぜひ、注目して見ていただきたいなというふうに思っております。さて今回はですね、実は60分私一人で喋ります。初めてなんですけども、今までいろんなゲストをお招きして、対談形式で、いろんな形で、情報提供をさせていただいておりましたが、たまには自社のね、宣伝もさせていただきたいなということもありまして、私ども資産形成、あるいは、金融リテラシー、経済リテラシーを高めるための、学校を経営しているわけですけども、普段どんな活動をしているのか、毎日のね、ビデオとか見てもらったことがあるんですが、今日は具体的に、その講義の一部をですね、ちょっと皆様にダイジェストでお伝えしてみたいなというふうに思います。で、今日お届けしますのはですね、300万円以上預貯金があったら考えないといけない資産運用 ABC ということで、初めてね、資産形成、資産運用というものに取り組もうという方々に向けて、弊社で無料ガイダンスということで、
行っている、まあ、90分ぐらいの、あの授業の中身でございます。で、私どものパートナーであるランケンさんという、もともとその南アフリカランドの専門家で、私どもの経済用語スクールを担当していただいている方に資料の方も作っていただいておりまして、まあ、授業の方展開しているわけですけどもまずなぜ資産形成が必要かということなんですけども、皆さん単純にお金儲けしたいとかっていう、まずそれを忘れて、なんで資産形成ってのをこれからしていかなきゃいけないんでしょうねということをちょっと真剣に考えてみる必要があると思うんですね。まあ、私どもは国に頼らない、人に頼らない、ね、自ら資産を形成して自衛していく力を身につけようということで、この AOIA というスクールを経営しておりますけども、まさにこれからの時代、オリンピックが来ようが、ね、それだけではやはり日本の構造的な深い問題というのはそう簡単に解決しません。消費税が上がっても支給される年金はそんなに増えるわけじゃありません。むしろ減っていく、あるいは受給が後ろ倒しになる。それから医療費、ね、これの負担もどんどん増えていく可能性があります。まあ、そんな中で全てを将来国に頼った人生設計というのは非常に危険が大きいということで、まあ、やはりその今後日本がどうなっていくかという先行きに関してはね、真剣に考えて、その上で自分たちで何をしていかなきゃいけないのかということを考えていただきたいわけですけれども、まあ、その上で資産形成というのは非常に、ね、重要なポイントになってきます。まあ、日本国家の借金体質ね、もう1000兆円を超えようというその日本の借金、それから年金制度の、まあ、このまま放っておくと本当に崩壊してしまう状態になってますし、税金が引き上げられる、それから、少子高齢化による労働力、現役世代の減少、心配の種というのはいっぱいありますよね。で、そういったものがどんどん積み重なっていくと、まあ、日本人の貧困化というのが実は世界的にもですね、実は注目され始めているわけなんです。あんまり我々ね、普段意識はしてませんけども、これはどういったことかと、日本のみならず世界的に格差は実は広まってきてます。で、格差とは、持つものはさらに持つようになる、ね、持たざる者はさらに持てなくなる、まあ、こういう状況ですけども、富裕層と貧困層の差が拡大していく状況になっています。で、日本の富裕層はですね、実は2010年 5.4% 増加しています。それから2011年 4.8% 増加しています、ね。これは UFJ、三菱 UFJ メルリンチ PB 証券の、調べになりますけども、かたや、ね、まあ、世界中でホームレス、高齢化の問題も出てきています。単身で暮らす20代から64歳までの女性のうちなんと 32%、男性の 25% が貧困状態というふうに言われています。で、これはですね、この貧困状態というのはどういう状態かといいますと、年間の可処分所得、ね、可処分所得が112万円未満の人、を、まあ、この貧困状態というふうに定義しておりまして、なんと20歳から64歳の3人に1人がですね、女性の場合はこの貧困層に入る、男性でも4人に1人が貧困層に入る、これは厳然としたデータとして出てきているわけです。で、ホームレスの平均年齢は 57.5 歳、ね、私もだんだん近づいてまいりました。ホームレスになった理由、失業、倒産、病気、高齢、ね、ホームレスの前職、正社員、会社経営者、自営業、ね、ある日突然ね、こういうことになるリスクはどんどん高まってきているわけです。で、特にリストラとか倒産で、まあ、ある程度の年齢になってからですね、新しい職を得るのが非常に困難な状況になってきていると同時に、今若年層、その若い方々の就職機会も非常に、まあ、厳しい状態になっているという中で、かたや、ね、富裕層は 5% ずつ毎年増えているわけです。で、貧困層もこうやって増えてきている、まあ、これが今の日本の現状なわけですね。これは世界的にもこういった傾向が見られます。で、このグラフはですね、ちょっと色が見えづらいですけども、ここで、はっきり出ているのは日本における貧困率ですね。これが、この1995年から、まあ、20年近くかけて着実に増えていて、
これは先進国唯一、日本がこれだけ明確なトレンドとして出てきてるわけです。これは結構衝撃的なチャートなんですね。他の先進国はそれほど変わってないんですけども、日本のこの傾き度合い、ね、日本は相対的貧困率がやっぱり増えてる。これは我々はしっかり意識して、今後のライフプランというものをしっかり見つめ直さなければいけません。いつ自分の身に降りかかってくるかわからない、まあ、そういった状況になっているわけですね。さて、まあ、こういうあの、ね、不安を煽るのは私はあんまり好きじゃないので、普段あんまりこういうお話をしないんですけども、やはりその、まあ、とりあえず今が良ければいいっていうそのライフスタイルももちろんあります。で、後で振り返ってみないとわからないということもね、もちろんあるんですが、先々のことをやはり客観的に冷静に考えてみると、今できることをしっかりやっておかないと、やっぱり国に頼れない、人に頼れない、そういった時代の中でどうやって皆さんのライフプランを実現していくのか、ぜひ真剣に考える時期だと思いますし、そういった意味でね、この資産形成、資産運用というものを真剣に向き合っていく必要があります。その中で、じゃあ具体的にね、老後、まあ、老後っていうのは例えば今で言えば65歳とか70歳になった後、今どんどん日本の平均寿命ってのは伸びてますから、長生きリスクっていうのは最近ね意識されてますけども、老後の資金ってどれくらいいるんでしょうかね。皆さん真剣に考えたことありますか。あのこの辺はファイナンシャルプランナーねの先生方とか保険屋さんとかがねよくお話しされるところなんで、まあ、その辺は私は今日は細かい話はしません。これは総務省の統計によりますと、一月だいたい夫婦で25万円、85歳まで60歳から25年間だとすると、約7500万円必要になってきます。これに対して支給される年金が5250万ということですので、まあ、ざっくり見て3000万円ぐらいね、一般的には不足されるというふうに言われています。ちなみにゆとりある老後を送ろうということにしますと、まあ、1ヶ月だいたい37万円ぐらいが必要だというふうに言われてますので、この場合逆算しますとね、優に1億円を超す資金不足が起きてまいります。ね、これは結構重たい現実なんですね。で、現状がさらに悪化するリスクっていうのはどんどん高まってきている。収入が増える時代っていうのはね、なかなかこれからは難しい環境になってきています。もちろんチャンスはいっぱいあります。ですから稼ぐ力ってものを身につけるっていうのはものすごい大事なんです。ところが、まあ、客観的な情勢はですね、年金の後ろ倒し、受給の後ろ倒し、それから、労働の流動化っていうのはこれ正社員じゃなく、例えば非正規社員だったり、ね、派遣の、そういう形態をどんどん高めていく。これはリーマンショックの前でも明確に出てきたわけですけども、これが逆戻りすることはなかなか難しいです。まあ、法的な制度の拡充で、ある程度企業側にそういった責任を押し付けることはできますけども、できるだけその一番企業にとっての大きなコストである人件費をできるだけ合理的に削減していきたいという流れは、これはもう資本主義の上では当然の行為ですから、もちろんこれに文句を言って戦うというやり方もありますが、そういったことはある程度自分の中では想定しとかなきゃいけないという環境になってきてますね。それから再就職というものも、今若い人であっても非常になかなか難しい、就業環境ですから、ある程度年を取って、全くその会社にぶら下がったような生き方をされてきた方にとってみるとね、ますます、この再就職というのは非常に厳しい。で、企業自体も倒産してしまうというリスクはやはり、高まってきているということですので、当然その倒産リスクの背景には日本の構造的なね、人口が減ってきているとか、長年続いたデフレ環境というものがあったわけですけども、こういった収入が減っていくリスク、これはどんどん増えております。また、出が増えるリスクですね。支出が増えるリスク。これは、例えば、その、増税、消費税がね、今回上がります。これは家計から見たら、やっぱり出が増えてくる部分ですよね。それから、医療費というものも今後どんどん、増えることはあっても減ることはないだろうというふうに言われておりますし、皆さん、去年の今頃と、今の為替レート、どれくらい違うか、なんとなく覚えてらっしゃいますかね。70円台後半、80円台全般から、今も90円台後半、一時100円を乗っけたというところまで来てまして、
単純に見ても1割以上、2割弱の円安になってます。この円安というのは、日本はいろんなものを、ね、海外から輸入してますから、輸入するそのコストが上がってるということです。で実際、スーパーで売られてるものが、昔は円高還元セールとかいうことでね、なんとなくお値打ち感のあるものが輸入品なんかあったわけですけども、今逆にそれがどんどんその仕入れのコストが上がってますから、値上げしなきゃいけなくなってきてるわけですね。ガソリン価格も今非常に高い水準で推移してると思います。これが続くと、インフレというものがね当然起きてきます。でまた第一のインフレアベノミクスの第一の矢はこれ金融政策の中でね年間 2% の期待インフレ率を、維持していくということですから、年間 2% ぐらいのインフレを国を挙げて作ろうということを今やってるわけですね。したがってインフレというのはお金の価値が減るという時代ですから、何もしなければどんどんお金が目減りしていってしまう時代に入ってきた、こういう意味でも支出が増えると。この 2% のインフレというのは 2% の現金保有税と同じ意味ですから、そういう意味では家計から見ると支出が増えると、何もしてないんだけども目減りするってことはね、出が増えてしまうということと同じなので、この辺はしっかり意識しておかなきゃいけないというふうに思います。じゃあ、お金を増やす方法ってのはどういうことをしたらいいんでしょうかということなんですけども、もう単純にこれ2つしかないんですね。もう自分でとにかく稼ぐ力を身につけて、自分で稼ぐ。それから、稼いだお金にまた働いてもらって、増えていってもらう。もうこの2つしかありません。でこの2つを、両方を最大限に、ね発揮して、効率よく限られた時間の中で自分のライフプランを実現するためにこの方法を学んでいく、あるいはそれに必要な知恵を身につけていく、あるいはそういうふうな考え方をしっかり持つ、これは非常に大事になってきます。で自分で働いて稼ぐ場合ですね、ここではちょっとクラス分けをしてますけども、一般的にローレベル年収200万から500万それからミドルレベルが450万から800万、ハイレベルで800万から3000万、エクスパートレベル3000万以上と、なかなかね、この年収3000万以上って方は、そういませんけども、実は増えてるんですね、確実に。さっきの富裕層、年間 5% の割合で増えてるというふうに申し上げましたけども、彼らはあくせくして必ずしも働いてるだけではありません。働いたお金に働いてもらってる。そういったケースも出てくるわけですけども、じゃあお金に稼がせる場合、これは年間の利回りというもので一つの尺度として見た場合ですね、ローレベル、今の 0.02 から 1% というのはこれ現預金あるいは国債を買って運用するようなケースですね、非常にリスクは少ないですけどもなかなか増えていってくれません。で今 2% のインフレって言ってますから、このレベルの運用に特化してしまうとインフレ率を上回る運用はできませんから、結果的に資産が目減りしていってしまう、そういった可能性がある水準です。それからミドルレベル、ね、これが大体 1% から 4% と言われています。でこの 4% というのはですね、世界の成長率の平均が大体3から 4% というふうに言われています。もちろん年度によってね違いはあります。ですからこの 4% ぐらいの運用利回りを目指すというのはこれから非常に意味があることになってきますし、多少のね勉強と努力で、この水準はある程度コンスタントに、築き上げることができるようになります。ですからまず一つの目安として年間 4-5% の運用利回りを出せるようになる、これが一つの我々の学校で学んでいただいた暁に到達している一つのレベルのイメージです。でハイレベルになりますと、かなりこれ、触れがありますけど、4% から 20%。20% っていうと、月に換算して 2% 弱ですよね。よく月利 2% とかっていうね、ファンドが、FX のファンドとかで言われてますけども、そういったレベルになります。このあたりになると、かなり、リスクも高くなってきますし、エクスパートレベル、年率 20% 以上っていうのは、今銀行預金レートが 0.0 何%、国債金利が 1% の時代にそれの20倍のリターンを得るというのはどんなリスクを取るのかということですね。ですからこのリターンとリスクというものはしっかり理解した上で自分に合った
お金の増やし方というものを身につけていかなきゃいけないということがあります。で、実際にはですね、この稼ぐ方法は、まあ、ある意味学校でもある程度は教えてくれる方法があります。これは自分でね、自分の稼ぐ力を身につける。でもこれはまだまだ学校だけの教育では難しいですから、自分でも学んでいかなきゃいけない。ましてこのお金がお金を生む仕組みについて学校ではなかなか教えてくれません。これはいろんな法律の規制もありますし、まあ、日本ではですね、なかなかこのお金っていうものに真剣に取り組む風土が今までなかったわけですね。どちらかというと避けて通ってきた。ですけどこれからはもっともっと正面に向き合ってですね、自分のライフプランに必要なこのお金というものを真剣に学んでいかなきゃいけない、まあ、こういった時代になってまいりました。またまたま今日私どものね、教室でやっておりますけども、例えばこんな本がありますね。これアメリカの高校生が読んでいる金融の教科書っていうのがあるんですけど、ね、アメリカは高校の授業とか、まあ、中学校あたりでもね、大まかな世の中の仕組み、お金の仕組み、こういったものも授業の中で取り込まれてます。で、余談になりますけども、私どもも実はその学校教育の中にね、どんどん取り込んでいって、いろんな現場で、お話をする場を増やしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひまあ、ご覧になっている学校関係者の方々、もしご興味あればですね、ぜひお話をさせていただきたいなというふうに思っておりますし、身近なことで非常に大事なことなので、大事なことはですね、金融機関の売り手側が提供するそういった勉強の場ではなく、我々が今後そのライフプランを描いていく上で自分たちが直面している問題を正しく理解して、それに対して必要な対策を講じる、そういった知恵を身につける、ね、生きていく上での術ですから、これは早く取り組むに越したことはないわけです。ぜひ教育関係者の方々も、ご賛同いただける方はですね、ご一緒にこういった活動を、啓蒙活動も含めて広めていきたいなというふうに思っております。ちょっと余談になりましたけども、まあ、こういったお金に稼いでもらう、お金がお金を生む仕組み、これも立派なこれからの運用手段になってまいりますので、ぜひこの辺も取り組んでいかなきゃいけないということになってまいります。で、実際自分で運用するのか、ね、あるいは人に任せるのか、まあ、こういったこともこれから考えなきゃいけません。で、皆さん普段ね、お仕事されていたり、まあ、学校で学んでらっしゃったり、全くそういうことを意識されなかった方が、明日からいきなり FX で1000万使ってなんか儲けようって言っても、これは大変無謀なことなんですね。なかなか時間も取れません。でもやっぱり準備はしていかなきゃいけないですし、人に頼り切った運用、人任せの運用っていうのも、これは非常に大きなリスクを伴います。ですからある程度は自分でも運用できるような、少なくとも判断はできる、まあ、そういったレベルまで持ってっていただきたいなというふうに思ってるわけですけども、例えば金融商品、国内外で、我々が手を出すことができる、投資ができる商品として、皆さんよくご存知の株式ですね、それから債券、それから、まあ、通貨、これは FX なんかも含まれ、外貨預金なんかも入ってきます。だからコモディティ、まあ、商品全般ですけども、まあ、金なんかもね、ここに入りますし、石油とかトウモロコシとかね、大豆とか、まあ、こういったものも入ってくるわけです。が不動産、これは国内外、まあ、日本で言えば生の現物もありますし、リートっていうその投資信託みたいなものもあります。それからデリバティブ、あるいはヘッジファンド、まあ、こういったものがあるわけですけども、それぞれ誰かに運用してもらおうと思ったら、やはり投資信託のようなファンドの形式を取る、あるいは、そういった仕組み債、金融機関が提供してくれるそういったパッケージになったような商品ね、まあ、これを、購入するというやり方が一つあります。もちろん人に任せますから、手数料を払わなきゃいけませんし、その管理手数料、ね、初期に払う手数料もあれば、年間の維持手数料もあります。こういったものも実はちゃんと裏を知っておかなきゃいけないですし、自分で運用するためには、それなりの準備が必要になります。この準備ってのは、そんな難しいことじゃないですね。例えば皆さん、プールで水泳をされるというときに、いきなり50メーターの浸水、1.8メーターのプールに、
まあ、1メーターそこそこの身長しかない人がいきなり飛び込んで泳げるわけがないですね。まあ、赤ちゃんはもちろん本能的に泳げるようになってるんですけども、やはりある程度、例えば教室でクロールの泳ぎ方、ね、綺麗な息継ぎの仕方っていうのはどんなビデオでイメージトレーニングしてもですね、実際その水の中に入ってみないと全くこれは泳げないことになってしまいます。ですからまずプールに入って自分の水深、例えばプールの水深の、水の深さを自分の肌で体感する、あるいはその水の温度をしっかり肌で体感する、で実際にそのクロールの泳ぎをやってみて、息継ぎをやってみて、その間はできるだけね、やっぱりコーチについてもらったり指導を受けたりってこともしなきゃいけません。そういった意味でのトレーニングというのは非常に大事ですし、ある程度長く継続的に効率的に泳ぐためにはそれなりの技術も必要になってきます。ですから基礎体力を身につけることも大事になってきますし、そういう意味ではスポーツ全般とね、この資産運用、資産形成というのは全く同じです。いきなり、例えば高速道路で120キロで、原チャリで走るようなもんですから、そういうのは必ず事故になってね、とんでもない、大きな事故につながりやすい。したがってまず仮免取って免許取った後は、ね、いきなりフェラーリに乗ってその鈴鹿サーキットに行く人はいませんから、まずは近所の道で運転したりってことを皆さんされると思います。それと同じで、まず関心を持ってもらって、それに対しての必要最低限の知識を身につけてもらって、少しずつその実践を繰り返していくというプロセスは、この資産形成においても非常に大事だということになります。で実際ですね、これポートフォリオという言葉をよく使います。まあ、今回はね割愛しますけども、資産をどういった配分にするかっていうのは今後の非常に大きな鍵を握るわけなんですが、一般的に日本人の金融資産の大半が現預金に置かれています。これはつまり銀行にお金が預けられている、あるいは一部国債を買ってる、まあ、こんなのが大半なんですけども、欧米に比べて日本人の、まあ、運用の仕方、特に金融資産の運用の仕方っていうのは現預金を非常に多く持っている、そういった傾向があります。で今の場合ですね、例えば今後の資産形成、30年間の資産形成を考えた場合に、皆さんがコツコツ貯めて、運用資金として元手として、まあ、500万もし貯めたとしましょう。この初期の500万円と年間頑張って貯金して50万円を積み立てていく、これを30年間続けます。で運用利回りはずっととにかく銀行に置いておく。そうするともし金利が上がらなければ、今 0.02% っていうね、まあ預金金利だとしましょう。そうするとですね、この500万円で始めた運用が30年後には1755万円になります、ね、でこの数字を見て皆さんどう思われますか。多いと思われる方もいらっしゃるでしょう。これだけいくんだったら、まあこれでもいいなと思う方もいらっしゃると思います。ところがこれは税金だったり、ね、インフレってものを全く勘案してません。もちろん今までデフレ環境下であればこの数字だともう十分やってくるわけですけども、かたやですね、先ほど申し上げた世界経済の成長率とほぼ同じぐらいの 4% ぐらいの、もし運用がちょっとした努力とちょっとした知恵と工夫でね、できるような仕組みを皆さんが築き上げることができればどうなるんでしょう。500万円の元本がなんと30年後には4364万円、約9倍以上の資産になってきます。この1755万円と比べても、ね、2倍以上の資産価値になってきます。これぐらいやっぱり時間が長くなればなるほど運用利回りのこの複利効果っていうのは大きくなってきますので、この場合はね、すべてのお金を現金預金にしておいてはこれは実現できません。ですからある程度この 4% のリターンを出すためのリスクというものを取らなきゃいけないわけです。でむやみやたらに取ればいいってもんじゃなくて、やはり安定的にリターンが出るようなそういったリスクという取り方をね、皆さんに合った取り方を学んでいかなきゃいけないということになります。まあ、ここの円グラフで出てますのは、まあ、いくつかの資産クラスに、お金を分散して運用した場合、まあ、こういったことになるよということなんですけども、ただもう一つの見方を申し上げておきますと、長期のリターンが 0.02%、
これが現預金ですよね。で、片や長期のリターンが 4%。これは、0.02% の何倍ですか ?200 倍ですよね。200倍のリスクを取るっていうことなんです。いいですか。だから、何にもしなくて銀行に預ける200倍のリスクを取る。ね。そういうこともある程度理解した上で、この資産運用というものに取り組んでいかなきゃいけないわけです。もう一切やっぱりリスク取りたくない、この1755万もあれば十分だという方は、ひたすらやはり預金 に励まれるのが一番いいですし、それがその方にとっては正解なんです。ですから周りの人がこんなことをやってるからということで、それだけで自分のその将来のライフプランをしっかり見据えた上でなく、なんとなくその雰囲気で流されたり、隣の人がやってるからっていう、そういう軽い感覚で、不必要なリスクを取る必要はありません。この 0.02% の運用で十分だということをしっかりご自身で納得されてるんであれば、十分それを淡々と遂行していけばいいというふうに思いますので、まあ、金融機関がいろいろ進めてきますけども、そういったものにも脇目も振らずひたすら貯金をすると、これも立派な資産運用です。ですから自分に合った必要なリスクの取り方、必要な目標利回り、これをいかに設定するか、これがね、非常に大事なポイントになってきます。でこの辺はですね、私どもの学校でしっかり時間を取って学んでいただくところになります。でこれ実際の事例ですけども、私どものスクールのスタッフの投資の実際の事例です。でこれは海外の分散積み立て投資をやってるわけですけども、まあ、かなり高いパフォーマンスが出ております。で世界の債券と株式の投資をしたもので、実は投資比率の変更を1回だけした積み立てですね、まあ、ドルコスト平均法というものを使って、まあ、将来の年金を作る、まあ、そういったプランがあるわけですけども、これを使って運用してます。で、まあ、2007年サブプライムの後はですね、多少やはりそのパフォーマンスは悪化しました。その後も何度かの危機を経て、ただ結果的にですね、この数字見ていただきますと、まあ、ほぼ今10年経過して年率 5.9% のリターンが出ております。でこれは先ほど申し上げた 4% の目標に対しては十分上回る成績を収めているわけですね。で直近の1年間が特にすごいです。これは株式で一生懸命貯めてきた部分がこの半年ぐらいの大幅な日経平均の、ね、上昇を受けて、非常に大きな成果を生んでいるということになりますが、直近3年間でも 10%、最近5年間でも平均 6.2% という動きになってきてまして、非常に長期の資産形成のやり方としては、こういったドルコスト平均法というものを使った積み立て、これは非常に有効な手段ですので、このあたりについても詳しく解説をしております。大事なのはですね、その一発を求めないっていうことですね。とにかく3割バッターを目指すようにしてください。広角打法の3割バッター、まあ、どちらかというとホームランバッターよりも、まあ、イチローのようなね、走って打って、投げる、ね、守る、こういったものができるような、体質を作っていくのが理想的です。ただもちろん性に合わないと、これはもうとにかくホームラン打つんだという方はそれでも構いません。それに合ったやり方を、自分に合ったやり方を身につけていただければいいと思いますので、それは 100% 否定するものではありません。ただ一般的にはですね、この一発を求めることによる、大きなリスク、それに耐えきれなくなるケースの方が現実的には非常に多いということも事実として、申し上げておきます。でよく雑誌にはですね、5万円から始める FX なんていう記事が多くありますけども、ちゃんとリスク管理とかそういうものもしっかり自分で理解した上でやらないと、あっという間にこの5万円なくなっちゃいますね。まあビギナーズラックというのはよくあるんで、これが10万になったり15万になったりってことも当然あるんですけども、何も知らない状態でこれを続けていくと、その増えたものも一気になくなってしまうということが往々にしておきます。でここに悪い例のイメージがありますよね。すぐ2倍になるけども半分にもなるということが当然起きるわけで、
非常にブレ幅が大きいです。でこのブレ幅のことをボラティリティっていうふうに言いまして、これを一般的にリスクの、一つの指標として我々よく使うわけですね。リスクが大きいというのはこういったブレ幅が大きいもののことをよく言います。で、できれば安定的に時間を味方につけて、あんまりその手間暇かけずにですね、安定的にその増えていく仕組みを作る、これが理想的なんですね。で、これは決して不可能ではありません。そういった仕組みを作ってやればいいわけですから、じゃあその仕組みはどうやって作ったらいいのかというところを少し勉強して、自分に合ったその配分の仕方を考えるということが、まさにこれからの資産形成ということになってまいります。で、これから300万円からの資産形成ということで、今日のタイトルにもあるわけですけども、失業保険もね、ありますけど、やはり半年分ぐらいは仕事がなくても、生きていけるように、最低150万円以上は、現預金で貯めておきたい。で、金融商品は大体一般的に100万円ぐらいの単位での投資が主ですけども、最近は小口でね、1万円から買える投資信託もありますし、外貨預金とかいろんな、FX なんかも使えばですね、もっと小口でできますけども、半分になったりね、場合によってはもうゼロになってしまう、あるいはさらにお金をつぎ込まなきゃいけない、こういった取引は最初から手を出すのは僕は避けといた方がいいかなと思いますので、まずはお仕事を頑張っていただいて、その家計の出と入りをしっかり見直していただいて、まず貯金しましょう。で、これ一つの目安が300万円ということになります。ただひたすら貯めて通帳の残高が増えていくのを、にんまり楽しみにするっていうのも非常に大事なんですけども、同時にやはりその将来来たるべき日に備えて、いろんな金融と経済のお勉強はしていただきたい。で、もちろん具体的なツールとして、例えば株に興味があれば株式の証券会社の口座を開いて、いろんなその情報の配信されてくるものを読んだりですね、あるいは FX であればデモ口座っていうのがあります。実際にお金をつぎ込まなくてもシミュレーションができる、そういったシステムも今無料でね、どんどん開放されてますので、そういったものでちょっと練習をしてみる、こういった期間は絶対必要なんですね。いきなり札束に行って、博打しに行くような感覚ではなく、少しはやっぱり準備をしていく、これが貯金をしていくまずタイミングで、ぜひそれをやっていただきたいなと。次に300万円から500万円ぐらいのところで、いつまでたってもそのシミュレーションだとね、実は全然違います。皆さんもゴルフとかされる方いらっしゃると思いますが、打ちっぱなしで練習している時の球筋と実際そのコースに出た時の球筋は全く違いますよね。これはやっぱり実弾、実践をやっぱり積み重ねていかなきゃいけない。で、ここでまたいきなり大金をドーンとつぎ込むというやり方はやっぱり無謀ですから、少しずつ小口で、いろんなものに手を出してみる。で、自分に合ったものを探す、こういった期間かなというふうに思います。で、非常に参考になるのが積立プランですね。これは今私が実際やってるのは、100ドルから、積立ができます。で、約60種類ある、有名な、世界の有名なそのファンド会社が運用している、実績の高いファンドの中から、10銘柄ぐらいですね、ファンドを選んで、ポートフォリオを組んで、毎月とにかくひたすら淡々と買い付けていくというやり方で、ドルコスト平均法と、時間を味方につけて資産形成をするというやり方です。で、これいろんなタイプのファンドがありますので、1万円で10種類買えるわけですよ、変な話。で、このファンドがどんな中身に投資されているのかっていうのを勉強するだけで、例えばそのあるファンドはアジアの、国の株式を買ってます。ある株は、中南米、ブラジルとかね、アルゼンチン、メキシコ、こういった国の農業関連の企業の株価を買ってますとかね、あるいは水、農業に特化した企業の株を買ってますとか、いろんなファンドによって特色があります。そうするとたかだか1万円でですね、世界の例えば50社ぐらいの株が買えたりするわけです、間接的にね。そういった形で小さな金額で実際にその投資をする、そういった練習をしていく、このやり方としてはこの積立プランというのは非常に有効だなというふうに思ってますので、
これもご興味ある方は詳しくまた解説をしております。ただ申し上げておきますけども、私どもは特定の商品に関して特定の推奨することは決してありませんので、あくまで一般論として、まあ、世の中にいろいろ出回っている金融商品のごめんなさい特徴をお伝えしてですね、皆さんに合う合わないという判断をご自身でしていただくということですので、まあ、自分がやっている運用については必要な方に関してはお話をしてますけども、あくまでそれは参考にとどめていただきたいなというふうに思います。あとその一定の安定した利回りをとにかく確保するという考え方もこの時期は必要かもしれません。増えたり減ったりするものだけではなく、毎年安定的に入ってくるもの、ですから債券とか、少し安定的な利回りが出るリートですとか、こういったものも少し投資の対象として考えてもいいかもしれませんね。で、まあ、学ぶべきことということで、それぞれいろんな金融商品が世の中にありますから、国内だけではなくね、海外にも今いろんな金融商品がありますし、これから円安になっていくんであればなおさら通貨を分散するという考え方も必要になってきます。そういう意味では国内外の幅広い金融商品について知識をまず身につけていただく。で、どんな特性がある、どんなリスクがある、ね、自分に合ってる合わない、こういったものを判断する上でもどんなものか知らなきゃいけないわけです。これ不思議な現象がありまして、お客様にねよく相談を受けるんですけども、いや実は某 N 証券から電話がかかってきて、この間まあ退職金もらった年の半分をね、まあ、彼らが進める3つの投資信託に分散して、まあ、運用したんですけど、どうも彼らが言うように基準価格が上がってこない、で気がついたらもう半分ぐらいになっちゃってる、でどうしたらいいですかという相談を受けまして、実際どういったものに投資してるんですか聞きますとですね、いやよく中身は知らないんだよっていう方が非常に多いんですよ。で、まあ、よく授業でも取り上げる一つの典型的な、まあ、悪いファンドの例ですけどね、毎月高配当型、ブラジルレアル建て、何でしょう、ハイイールドファンドみたいなやつがありまして、何のことかよく分かんないんですけども、中身はですねアメリカの企業のジャンクボンドっていう格付けの低い、普通なかなか資金調達がしづらい、ね、企業が発行している金利の高い債券があります。これを一般的にジャンクボンドと言いまして、投資非適格、格付けで言いますとBBB以下未満の債券です。ある意味非常にリスクが高い発行体が発行している債券、しかもアメリカの国企業ですよ、これが発行している債券をなぜかブラジルレアル建てで運用しているわけです。で、毎月高い配当をお客様に払いますよという、まあ、打ち出しをしているわけですね。ですからお客様はこれブラジルで何か運用しているファンドだと普通は思っちゃうわけですよ。ところがブラジルは全く関係なくて、高い金利が高い通貨としてだけここに登場してくるわけですね。ってことはもともとはアメリカのジャンクボンドですから、ドル建ての債券がいつの間にかブラジルレアル建てになって、それが円で高い配当を受け取るってことになってます。実はこの中のからくりはものすごくいっぱいね、手数料がいろんなところに落とされることになってまして、どんなに高い金利を発行体が払ってくれても、そのうちの大半はいろんなファンド会社の手数料で消えてってます。でましてや毎年手前で配当毎月もらってますから、これある意味タコ足配当になっている可能性が強くてですね、基準価格といいますか、資産の価値自体はどんどん目減ってってしまう。で非常に為替のリスクも持ってますから、実はものすごいリスクの高い金融商品なんですけども、これを毎月高配当だということで売れるから証券会社も作りますし、毎月ね、お小遣い代わりにお金が欲しいからっていうだけで、また買っちゃう方、これ買っちゃう人がいるってことが一番問題なんです。別に金融機関が悪いわけじゃ僕はないと思います。買って持ってらっしゃるあなたが悪いんです。ですから中身を知らないで投資するっていうことはもうやめましょう。まず自分が何をやってるのかっていうのをしっかり勉強してください。その上で、あ、それだったらまあ持とうかという判断もありですね。そういうリスクは自分は取りたい、取れる、これは OK なんです。でも知らない、で売った人が悪い、これはもうやめましょうよ、ね、そういうことをこれから
どんどん勉強していかなきゃいけないということなんですね。で、この時期に具体的にもうちょっと将来いくら、いつまでにいくらいるのかってことをしっかりプランを描いてください。これによってね、何年後にいくら必要だ。で、今いくらある。では、残りを何パーセントで運用しなきゃいけないんですかという、その年間必要な利回りってものが計算できるようになります。そうすると、取ってもいいリスク、取らなきゃいけないリスク量ってのが分かってきます。この辺をこの300万円から500万円の時期にぜひイメージしていただきたいですね。で、種類を増やしていく。いよいよ実践を積んで少しずつ、まあ、分散の投資をしていきながら、場合によっては外貨に分散するということもやってもいいでしょうし、多少一部のお金を使ってリスクの高いものに手を出してみるのもこの時期からやってみてもいいと思います。もちろんこれはなくなってもしょうがないという覚悟でやる部分も必要になってきますので、それが実際自分は嫌だという方はやはり固い運用に特化して自分なりのポートフォリオのスタイルを固めていく時期ですね。で、ある程度このレバレッジというものもうまく活用すると、非常に効率よくお金を増やすことができます。特に株式も信用取引とか先物なんかを使ったり、オプションなんかを使ったりというのがね、この時期に少しずつ勉強していくとですね、いよいよこのエキスパート、ね、のレベルになってくると、まあ、こういったものでどんどん、運用利回りを高めていく、そういったスキルが身についてくるようになりますので、ただここまでいくにはですね、それなりに時間と、その学ぶっていうコストをね、皆さんもそれなりに覚悟していただく必要があります。最終的にはですね、これは、何回もこの場でも申し上げてきました、最後はメンタルの問題です。自分との戦いなんです。欲との戦いなんですね。ですから、どんなに経済的な知識、金融の知識を身につけて自分に合ったスタイルを身につけても、ちょっとしたその心の好き、欲、これに、ね、瞬間負けてしまうと全てを失うというリスクが常にありますから、やはりその精神的な強さみたいなものもしっかり鍛えていくことが重要になってまいります。時間もなくなってまいりましたんで、まあ、よくあるそのいきなり入れ場な人ね、 FX なんかでいきなり突っ込んじゃう人、それからもうとにかく不動産だということで、なかなかその地価が下がり続ける不動産で失敗した人、非常に多くいらっしゃいます。それから日本株ってのは最近ね、やっと戻ってきましたけど、リーマンショックじゃなくて1990年以降3万8900円から7000円台まで落ちた株ですから、ずっとこの株を買い続けて、なかなかうまくいかなかった方も多いと思います。ですから、なかなかこういうね、環境である、日本はまだこんな環境であったということはしっかり覚えておいてください。で、我々よく言いますのは、やはりぶらされない、振らされない自分なりの座標軸、判断軸をしっかり身につけていただきたい。マスコミが報道するものは全てが事実ではありません。真実を隠された報道のされ方も非常に最近目立ってますので、正しいその知識と正しい情報の処理の仕方、捨てることも大事になってきます、ね、振らされないことをこれからやっていかなきゃいけないですね。で、出口をしっかり意識する。これは具体的にはいつまでにいくらという明確な目標を持って、自分に必要な利回りと自分が取れなきゃいけないリスクの量をしっかり認識するということから始まります。で、最終的には先ほど申し上げました、やっぱりメンタルな部分ですね、ここをしっかり、鍛えていきながら、経済の知識、それから実践の経験値、それと精神的な強さ、この3つを学びながら、皆さんの、そのライフプランの実現に向けてですね、ぜひ今日から、勉強を始めていただけたらなというふうに思うわけです。で、私ども、カードゲームを使ったりですね、いろんな形で、まず当事者意識を持って関心を持ってもらうというところに力点を置いて、この学校をやっておりますが、今後、例えば FX の専門クラス、株式投資の専門クラス、ヘッジファンド、あるいは投資信託のポートフォリオの組み方、銘柄の選別の仕方、いろんな具体的な講座をね、これからどんどんリリースしてまいりますので、ぜひ一度私どもの AOIA 株式会社のホームページにご覧ください。また Facebook も毎日アップしておりますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。ぶっ通しでですね、1時間お話ししてしまいました。
次回はぜひまたゲストを復活したいなと思っておりますけども、まあ、たまにはこういうね、講義形式のものもいいかなと思います。ぜひ私どものホームページご参照いただきまして、一人でも多くの方がですね、自分の将来に向けて、第一歩を踏み出していただくことを期待しております。最後ちょっと堅苦しいお話になりましたが、ぜひ皆さん具体的な行動をとって、お金がお金を生んでくる仕組み、ね、これからぜひ皆さんで、その仕組みを形成していってください。私どもがお役に立てればというふうに思っておりますということで、あっという間に時間になりました。次回はですね、私どもこのポートフォリオっていう話をちょっと具体的にね、してみたいなというふうに思っておりますので、土曜日のこの資産形成塾のパート2では、もしゲストをお呼びするとしたら後半部分は市場全体のお話プラス具体的なお話も今後交えて放送してまいります。それでは、また次回来月お目にかかりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。失礼します。